のはレバブルの本当にいいパターンというか一番嬉しいパターン、大して期待しないやつでブルーってきてうわーってなるパターンなんですけど、レバブルと近づくと逆に転ぶことが多くて強い保留を殺しちゃうみたいな、なんかスタンバイとか、まあ、そこそこねこの NTT ついたりとかってしたときにやばいレバブルしない、ギズにレバブルしない、ギズさんレバブルしない、はい終わったみたいなになることが多いのでやめときます。流れが悪い、ちょっと休憩しましょうか。台を休ませた結論、なんか今日はレバブルの日な気がしてきた。ね、なんかそういうのあるんですよ。だからなんだろう、同じやつでやり続けて先読み見たいとか思っててもひたすらダメなパターンがなんかさっき今日感じたんですよね。俺今日レバブルぞって。だから、まあ、先読み入れちゃうとちょっとあまりに極端になっちゃうからレバブルアップだけに入れといて、しょぼい先読みでもここに全集中っていうゲーム性に今日はしようかなって。その分その覚醒とかまで行ってリーチを最後まで楽しめない台にはなってしまいますが、まあそういう台だと思って打ちましょう今日は。ただやっぱりいろんなカスタムやって分かったのが、当たりに絡みやすい先読みと絡みにくい先読みが当然あるので、この液晶とかドウドウとかシンボルのやつってほぼ絡まです。圧倒的に絡むのがやっぱ保留変化ないしはこいつ NTD ね。だから多分先読みチャンスモードでやってたら、あのエースの調整の仕方としては先読みを増やすではなく不要な先読みを消すっていう方向性だから、なんでだろうな、天国って本当突破しないよな。鉄さんまだラッシュやってんのかな。まだやってたとしたらマジで3万発あるぞ。終わった終わったそうです。ですよね。そんな夢のような話あるわけがないです。知ってます、鉄さんが3万発出すわけないって。まあ、1万発出りゃすごいですよね。だってスロットでいう2000枚だからね。あ、メダルか。ついになくなってしまった。スイカトーク。いや、また AT 入れればいいだけだもん。当たる前にもう一回1000ポイント貯めたい。あー当たってしまう。いや当たりますねこれは。あとちょっとだったのにな。えいジャンプ。あとちょっとだった、442ゲーム。投資が追加投資したんで総投資9本ですね。いきましょう。アイテムが心もとない。背景青。あ、よし。よし、頑張ります。いけるときは別にアイテムなんかなくてもいけるから。待って、1戦目だよ、ねえ。よし。よかった。
ンディー行きましょう。やべえ、もう200回る。やべえ、200はやばくねえだ。なんか1回目と2回目の当たりを2桁で引いてるから、なんか贅沢になってる。ダメだ、キュインってことのに、なんか脳が即反応するようになってる。やばいな、これパチンコ病だな。うおお、びっくりした。まあ先読みモードじゃないから、まあ、ぼちぼちですが、ここはレバーを握りしてみましょう。あ、強い強い強い、これはブルッとしてな。まあ先読みカスタムしてればなおのこと力入るけど、頼むぞ。ブレイブバイブバイブカノンノーグラン。あだす、もう今のうちにね、レバーブルッ消しておきます。当たるんで。はい、よしよしよし。当たり中はね、先読みの方が楽しいね。やっぱり日レバブルの日でした。もう大丈夫です。何があったら当たるんで。あ、逆にいいんじゃないか、これ。あ、ミネバちゃんに言ってるから、もう右が当たります。ラッキー。あ、今回自信あります。大丈夫です。ありがとうございます。やってみせます。ドーン、ありがとう。最高形、最高形です。まあまあ、これラッシュかくってるけど、贅沢言うと切っちゃいたい。今本当最高形ですね。バイブって、まあ、当たりを確信してる時に外してミネバルートに行くっていう、もう完璧。あとは確かこれ演出復活の時って7角だから、もうとにかくネバブルしたら外れてほしい。さあ、あとは画面をぶったけるだけ。シュン、まあ、甘すぎましたね。甘すぎた、甘すぎた。いいです、大丈夫です。で、今回も、カモンマリードさんで、ないしはもう直でも即当たりもあるから、ドキドキしたくないので、なるべくこう安心するやつでお願いします。
呼んだら来たありがとう。すごい今日なんか言ったら全部来る。ドキドキしたくないんで、そこ当てでくださいって言ったらそこ当てで来ちゃう。今回はちょっと好きな曲にしましょう。まだあのスターリングサイレントの方が好きなんで、自分がやっぱ好きな曲に変えるっていうのも大事ですよ、はい、ただあんまり言うとちょっと責任取れないんで、あの全部オカルトですからね、言っとかないと本気にする人いるかもしれないんで。ただパチンコなんて人間が操作しようと思って操作できるものではないので、全て気の持ちようです。終わった。誰？チャンスアップない。地球もない。接近、あ、接近ないで大丈夫。おお、オッケーオッケーオッケー。ナイスマリーだ。まあ大丈夫でしょ。はい、オッケーオッケー。まあこれダメだとしてもここから吸引で大体戻すんで。はい。お願いします。ありがとう。はい、そう、まだ終わらせない。いい言葉、パチンコ的にはすごい言葉。それでもありがとうございます。さっき終わった時1回転で落ちたじゃないですか。ちょっとなんかドキドキしてるんですよね。ここの1回で落ちる可能性もある。あ、1回で回ってますね。もうただちょっと見てみたい気持ちもあるけどね、ここで落ちたらどうなるのか。あ、もしかしたらこれで覚醒ハイパースタートってなった後の1回転回ってるとか疑似をやった後にそれで偶数転廃に行くのかもしれない。ここまでいったら角ではなく、こいつが長いとか。あ、よくよく、おーかかか、もうこれでいいですよ。はい、ありがとうございます。これ先読みのいいところ。もうあの時点でもう前頭葉が開く前頭葉が開かない、あの頭蓋骨が開く。前頭葉開いたら多分死ぬから人は。あ、いや、頭蓋骨開いても死ぬな通常時は先読みが4割のはずだけど、まあ、俺ほら知ってる人は知ってるようなものですけど、俺解析サイトとかマジ見ないから、知ってる人からすると全部ただの打感というか実践値だけど、覚醒ハイパー中って先読み走ったら全当たりな気がしてるんですよ。打ち込み足りねえって言われたらごめん。でも今んとこ全部当たってんだよ、まあ、そもそも信頼度が先読みが高いから4割とかじゃなくてもうとんでもない上げてる可能性もある。やめてください、やめてください。帰れ帰れ帰れ。ああ、もうやだ。落ちろ。よしよし。おお、持ってる今日。さっきと違ってもう2万発。いや、もう、いや、あと1万7000発だ。いける。おいし、ちょっと一回てっちゃんとこ行きましょうか。謝っとこ先に。お、まだユニコーンにいる。うわ、当たってる、すごい。あそこの金髪女来て、金髪女だからユニコーン得意なんですよ。いや、めちゃめちゃすごいですね。だってもう、すごい、もう多分もう2万発で、あと1万発ちょい出せば、はい、うまい棒打てるんで。でもてっちゃんちょっと待ってください、はい、私結構負けてます。マジで今2万円大丈夫大丈夫、はいはい、今日任せてください、はい、大丈夫大丈夫、はい、でもバイオの状況はすごくいいです、はい、あ、じゃあ引き弱っすか。引き弱でしたね。あ、じゃあ、うん、なんか今日すごい優越感あるんですよ。
あのやっぱ人ってやっぱ僕見下ろすのが好きです。あ、いいですいいですいいです、もう大丈夫です大丈夫です、任せてください、大丈夫大丈夫、あの4万ぐらい負けても大丈夫なんで。あ、本当ですか。大丈夫大丈夫。あ、じゃあお願いしますね、今日は。あ、もう、あの、ぶっちゃけうまい棒打ってもいいですよ。あ、本当ですか。いいんですか。大丈夫、大丈夫。あ、じゃあ、じゃあもう、頑張ってください。大丈夫、大丈夫、任せて。なんだろう、出してくれてて嬉しいんだけど、なんか微妙に腹立つんだよな。そう、シャキーンってこう、シャキーンってもう、もう、ホールド、ホールド、はい、当たる。もう、ホールドしたら当たります。シャキーン天狗中の天狗。見下ろすのいいですねとか言って、いや、あの、あれでも足りてないですからね、今までの分は本当にいや、しかし今日のテツさんは違いますね、はい、本当テツさんやっぱユニコーン得意なんだよな、もうずっとユニコーン打ってればいいのに水木さんといつも共演して、帰りに、いや本当すいませんっつって、あの分け前の分け前ってのは乗り打ちのね、生産の儀ですね、本当すみませんみたいな、毎回みたいな、今日もう、ああ負けていいっすって、バイオで減る金よりこっちゼロ分の方が早いんだからっつって、やっぱ人は面倒見る方が気持ちがいいです、うん、やっぱご飯もそう、おごられるよりおごる方が気持ちいいです、あ、いや、いくらでも食いなっつって、そう、おおおお、また大川がまた3一9を引いてしまう、もう今日3一9引くのこれで5回目、そういう時にたまに考えてしまうと、もう無駄引きだなって違うんです、これは確率の収束っていうのを間違えて覚えてる人の発想なので、なんぼ引いても引いた分だけ得です、小当たりと 3、1、大当たり米で40分の1だと思うんですよ、多分だけど、そこがじゃ多分合算で40分の1、あ、合算ね、合算ってことは多分小当たりは50分の1なのかなって考えると、319引けらって1500発出るんだから、引いただけ得なんです、で319で当ててしまったがゆえに、この後319が引きにくくなるかなんていうと、そんなことは1ミリもございません、これ大事なので本当覚えてくださいね、パチンコパチスロで引き損なんていう、なあ、いやいやいや、そのとこじゃねえ、帰れお前、帰れよ、また一回転かよ、落ちろ、うわ、こうなるとなんかその保留レ演出が出てないことが恐ろしいですよね、いやいやいや、落ちろ、落ちない、いけ、それでも、そ、大丈夫です。あと40分の1が4回ってありますからね。はい、大丈夫です。早くない？ダメでした。ちょっと天狗になりすぎた。でもいや天狗になりすぎてない。だって出てるもん。上皿抜きで21,068発です。もう勝ちました。はい。もう水木さんが何をやろうが今日勝ちです。なのでちょっと交渉してこようと思います。本当にバイオいいっすかね。あ、本当に悪くねえ。21,000発で終わりました。あ、でもすごい。でもね、本当にバイオいいっぽいですね。そうなんですよ。あれ何台あんの？バイオって。あ、あれパネル違いか。パネル違いで6台あります。6台。じゃあ、ありえますよね。ありえます。で、一応こいつがこう設定した強が出てて。マジで？はい。で、左2番目、左隣の隣が有利感引き継いでるんです。ほうほう。で、一番奥角が有利感引き継いでる上に強設定した強出てるんですよ。すげえな。ちゃんと周りの台見てるんですね。はい。あの、当たってないんで暇なんです。あ、そっか。はい、うまい棒の交渉は失敗しました。あの、いや、だから残り2時間あるんですよ。2時間ある中で
1時間でまず1万発、あとまあいいや、2万1000発あるからちょっと使ったとしても3万発出して、最後の1時間をもうウイニングランのうまい棒、これも目標できます。でそして、ナイスバイブでいきましょう今日はバイブの日、あの通常時はレバブルでできます、ね、もう何でもバイブする気がする。いつもてつさんとやらせてもらってる番組で言ってるアヤタイムっていうものがあるんですけども、アヤタイムがいつも始まるのは私はお昼ご飯を食べてからなので、これからですあれ発揮されるのいつもパチンコの時なんだよなただもう間違いなくいい台でしょう。こんなね、いいゲームズ、いいモードしか飛んでないね。47ゲーム、総投資21本で当選です。次こそやってやる。エブリンシルエットなかったけど、取れてました、ね。青。はい、プラス1。5まで行かない。15分の1、 65% オーバー、行きましょう。はい、もう一回打ち込んで、あ、でも赤だ、ある、クリア。問題は次。終わりにしましょう。そろそろ。1000枚
入れてくれりゃトントンに戻れるんで。一択。はい。おゲームか。もう一回。行かないかと思ったけど行きました。まあまあ、はい、デフォルト終わっちゃいました。708枚で終了です。まあ、あんまり AT を伸ばせなかったね。まさか、あー、ブレた！マジかよ、まさかとか言ったらマジ、まだ44回転です。今度も外さないだけど、あ、じゃあもう今なしでカスタム変えとこう。はい、レバブルオフの、先読みオン。 OK。 いや、こんな都合よくレバブルしませんよ。あ、しかもアタックでいくんだ。見たことねえライン数出してる。3、4、5、6、6だからバックス7までだったっけ。あ、7あるな。まあ、4は行くでしょうと。あ、3で当たるんだ。3でも当たるんですよ。これレバブル入れてなかったら絶対当たらないと思うから、みんな。私はここまで自信があるのはレバブルのおかげです。ありがとう。え、うっそ。いやいや、復活。5%確定じゃないっす。そうそう、さっきまで散々当たってた時は言ってたね、確定じゃないんでね。いや、俺今実は最後の最後まで逆転して、逆転すると7だから、あ、よかった7ですねっていうコメントまで用意してた。いや、俺初めて外したレバブル、初めて外した。うまい、押します、いっちゃいます。もうバレないじゃない、うまい棒と、これはもううまい棒いけってことですよね。うん、うまい棒の空き台チェックいく。だって俺が悪くないもん、カメラマンの人のせいだもん。うまい棒行きましょうよっていうから、いやいや、そこまで言うたら行きますよってはい、開いてる。あ、左埋まってんな。俺さっき左の方がよく見えたんだよな。あ、しかもやべ、やっぱ今打ってる方も空き台の方も両方ともパトランプです。だから多分これを打つ人はやっぱ焼かれてる人なんですよね。じゃあお隣失礼します、失礼します。後で本人には謝るけど、水木さんごめんなさい、僕は心の誘惑には勝てません。はい、2万発持ってうまい棒来ました。ちなみに承諾は取っておりません。すべてカメラの方のせいにしようと思います。いや、違う、パチンコリーダーなんです、私。パチンコリーダーはやっぱり勝つだけじゃなくて、やっぱロマン、スロットでやっぱ設定とかじゃないですか。やっぱパチンコはまあまあ当然コーディションも大事ですけど、ロマンが大事ですよと。で、まあモードはパトランプですよと。で、通常時はもうボリューム出なくていいです。音鳴らないんで、当たるまではね。で、当たったらボリュームは下げた方がいいですね。でもぶっちゃけマックスでもいいかもしれない。はい
当たった瞬間えらい音になるけど、大丈夫、その瞬間下げるんで大丈夫です。あの迷惑にはなりません。あ、当たった瞬間迷惑かもしれないけどね。で、じゃあ打ちながらね、うまい棒の説明していきましょう。実はこの台ですね、私初めて打ったのがこの番組でございます。ひげさんと一緒に打ってる時かなに初めて打って、その時に意地になってパトランプを光らせましたが、あの時は正直ただ意地だった。でそこから、打ち込みを始めてしまい、面白さに気づいてしまい、そこからうまい棒しか打てない体になってしまい、今に至ります。何の説明にもなっていないですね。スペックはですね、まずこの入れます。で、なんとかして下に落とします。こいつで落ちたりとか、こいつで落ちたりとか、なんとかして下に落とし、下の回転帯の赤、ちょっと狭いけどね、赤に入ったら1抽選回ります。で、それが約34分の1かな。で、それを当てると4500発かけるか3の4500発がかくりますと。で、その後におまけの保留4個もらえて、その保留も、2.2 分の1で当たるので最大4つ、まあ、約2分の1を突破すればおまけで1500発ついてくるので、ミニマムで4500、マックスで1万500発出るという、まあまあ一発台みたいな、まあ細かい話はいいんですよと。とりあえずここにぶち込んでこれが光れば当たりです。で、光り方には2種類ございます。まず、まあ、大抵がホゼロなんですよ。ホゼロなんですけど、ポンと入った瞬間にもうむちゃくちゃバイブしてブワー光ります。これは基本パターン。ただ保留がスタンバってる時、前回そうなんですけど、保留がスタンバってる時に関しては入った瞬間にチラッと光るだけで、当該変動の時にもうお祭り騒ぎで光ると。で、この台それ以上喋ることがございません。いや、やっとすげえ押したな今。やっ、あー、やばい、見てなかった。あまりに華麗に注目しすぎたせいで、あー、もう切って、今僕ひょーんって言ったんですけど、今変動してます。本来であれば今ちゃんと下見てれば、入った瞬間に上見てぬってなってたところだけど、華麗しか見てなかったっす。あー、ジャンプアップないな。あー、当たりました。天国は天国だったけど、こっちでしたね。147ゲーム当選いきます。アイテムはオーバレットのみ。天国3回目なんで、3度目の正直でいい加減全部赤パレット取ってる。天国の時レベル3、17分の1。初めて見た。おい、なんだかクリア。次です。よかったー。電話本がね、熱いですから。はい、ようやく天国で突破できました。これは大きいぞ。目指すは完走。そうどころか60ゲーム行きましょう。やっと通した天国駆け抜けました。有力感が消える消えるんかい、これで。
329枚。うわーっという台です。っていうだけの台です。むしろ、お、ナイスナイス、トロッコ超えろ、あー超えろや。お、猫いた、うっ、うー、くそ、左が開きました。ちょっと諸事情によりこの台やめて横に移動します。はい、うまい棒2台目。今こやつが、41回ハマりかな。まあ大体まあうまい棒を好んで打つ人がいるか分かんないのですが、うまい棒は基本手前傾斜の方が、うわだだ手前傾斜の方がいいことが多いです、僕が思うにね。傾斜でだいたいこの、お化けがいるところの手前でどんだけ滞留するか何となく分かるんで、滞留が結構平均的に短いなっていう台の方のが、このカレーのキックが鋭いんですよね。ちょんと足引くからボーンと落ちるんで。ただなんかまあいろんなうまい棒打ちの情報を交換したところによると、手前だと手前で下がちょっとね、率が落ちるらしいんですけど、僕はその滞留が短いやつの方のがいい思いをしたことが多い。大丈夫かな、うまい棒を打ったりしてないかな。3万発出るまではダメだよって言ってあるんですけど、ダメだよと言ってあるけど、あの白塗りおじさん言うこと聞くようなタイプだっけ。朝からなんかうまい棒うまい棒騒いでたから、ラスト30分前とかになったら絶対打つでしょ。多分今水木さん必死こいて打ってるから下に様子見に来ないから、多分おそらく悪くない台積もってんのに引き負けてるから、そのとこじゃないんだろうな。そこで頑張っていけ、楽しい。てつさんってなんかパトランプあるものが本当好きだから、パトランプの演出がある台打ってる時のパトランプのおすすめの仕方というか、もうえぐいぐらいおすすめしてきますからね。あれもう次それなのよ、それなんでそれみたいな。どんだけパトランプ好きなの、気持ちはわかるけど。646ゲーム A でした。まあ、天井まではいかなかったけど、あれです。あおか。うわ。レアパワーとかついてくれたらな。70% オーバーですね。まあ、1戦目はいけるでしょう。いきます。よしよし、1ステークかな、出てましたね。
かった、危ない、セーフ。下げていいですか、少々ここからうるさくなるので。エアヤク、うまい、超チェリー、これさすがに増殖するよね。ここで即興チェリー初めて引いたけど、もう一回、うわ、いかないんだ。でもまあ十分に、からのまたもやレア役、乗ったのは奇跡だったんだな。過去乗ったことあったんで、上手で40だったもんな、まあ、振り分けだろうけど、これで100、ジャック。はい、570、うわー、ユリカン引き継いだ、 A から。576枚で終わりましたが、引き継ぎしましたんで特別モードに移行しました。また普通の通常時のモードとはまたちょっと違ったモードに行きます。まあ、特別モードなんで特別です。293ゲーム以内に当たりますよと。特別モードに行く条件としては1回あたりの AT の獲得枚数が700枚以下であり、ユリカンゲーム数が残り485ゲーム以上でもって同一ユリカン獲得枚数が1700枚超えていないことが条件になるんですけども、飛びました。うーん、くそ。ナイス、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 ナイスです。入れ、いけ、うほー、いかない。やべえ、うまい棒でマジ一瞬で4000発とかです。タイムアップです。ただちょっと水木さんが全然来ねえけど、上行ってみましょうかね。さあ、じゃあまず水木さんのやつを見に行ってみよっかな。最初のあの始まりのステージ行かないし、いきなりラストチャンスババババンってなるし、なんか こうやってた、こうやってたけど何がこうかわかんない、すごいバカにされてる気がする。どうしたんですか？今ラストチャンスがつく時の有利感引き継ぎの説明してたんです。なるほどなるほど、引き継いだんです。あ、引き継いだ、引き継ぎましたってことは、あ、当たりやすいんですか？まあ、一応293ゲーム以内に絶対当たります。なるほど、はい、頑張って。頑張ります。もう絶対バイオ全部なんで大丈夫。マジで弾、弾ないですけど、みんなあんまたまない。ここみんな引き弱、みんな引き弱、みんな引き弱か、みんな引き弱です。なるほど、引き付いちゃったんで293までは、なんか
まあ、次当たるまでは打ちますね。175ゲーム当選行きましょう。うわ、直撃パターンだった。変なゲーム数だなとは思ったんですけど、直撃パターンですね。切れちゃいましたね、やっぱり。あ、残り有力艦のゲーム数があれだったね、558枚で終わりました。いい台だった。お別れが寂しいです。やっとエンジンかかってきたのに。これスマホですか、うん、あの子いつもスマホは忘れるんですよ。開けてやろうかな。水の呼吸です。あ、携帯勝手に見た。違う、スマホ忘れすぎなんですよ、マジで。違う番組でもやったでしょ。そう、あのね、スマホ個人情報いっぱい入ってるから、いつも忘れちゃうんですよ。今一日三 TV 見てる人には、はい、あの水の呼吸の人なんだなって、富岡さんだなって、はい、あ、町中華富岡さんなんだなって。そうです。あれでも桜井さんファンじゃないですよ。いや、桜井さんも好きですよ。あ、好きなんですね、はい、うん、すげえな、窓つ。あ、え、ここすげえな、セイソルジャーか。なんかこれ設定とかじゃない気がしてきた。事故ってんのか俺。あ、でも違う、窓つ全部出てんのか。あー、なるほど。はい、窓通です。これギアス絶対そう、あ、ちげえ、全部じゃねえのか。あれ3台とかでしたっけ。この3台えぐいんだけど、これ違そうだな。こっち左の3台絶対そうだけど、右の3台違う。例えば、あ、アネモネもそうか。あ、じゃあアネモネの角さん、ギアス3の角さん、3つずつかな多分。水木さんが思ったところを教えてもらっていいですか。多分ね、ギアスもそうだと。でも、はい、ギアス半分じゃない。ギアス半分かな。こっち半分ですよね。続いて決めちゃうよ。アネモネは多分全部だと思う。多分そうだ、だから合ってんだ。あと何だっけ言ってたの、もう一個。エンジェルビーツです。あー、なるほどなるほど。あー、いい、あ、じゃあ大丈夫です。あれか、3つ塊か、結構3つ塊だと思う。三大島が多分狙いやすいでしょうね。なるほどなるほど、分かりました。いや、もうさっきすげえ笑ったのが、はい、水木さんがやめる動作した瞬間に周りが超そわそわし始めたんですよ。やめんのやめんの。後ろで見てるとマジ面白いですよ。隣とかもみんなもうめっちゃ見るから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実戦終了。これはね、拍手していいと思います、うん、お互いね。お互いですか、うん、いやいや、哲さんすごかったですね。いやいや、いつもですよ。え、ちょいちょい、わりかし僕強いんですよ、パチンコは、まあ、
ってますけど、はい、私はそれは他の動画では知ってるんですけど、ね、実際に生で見るってことはあまりないですね、はい、あんまりとか多分ないんじゃないですか。ほぼない、うん、初めてあのカッコつけられた時よかったですじゃあ先に終始いきますか。そうですね、進ませていきましょうか。はい、投資が21本、966枚ですね。46貸しだからか、46貸しなんで、はい、はい、で回収がなんと、はい、1108枚でプラス142枚でした。すげえ。でもやっぱりあれやっぱ上っぽいですよね。いやもうしっかり大丈夫だと思う。あれ4台島、いや多分バイオ全部、あ全部か、6台、あれなんか6台全部か、はい、そっか。なんか序盤なんか誰も積んでないのになんかいやこれ絶対全部っす、絶対全部っすっていうあのなんかあのすげえ専業くせえ喋り方してたから、これ全部あるよ全部ありますよっつって本当かよって言って、俺ど素人だから全然出てねえじゃんとか思って思ってたんですけど、はい、あるんですね。あります。ちゃんと最後綺麗にみんな積んでましたもんね。はい、綺麗に積んでましたし、今の時代のパチスロは出玉で見るんじゃなくて、はい、動きで見るんで、すいませんなんか、はい、僕なんか積んでたら偉いのかなみたいな。いや、まあ積んでた方が偉いんですよ結局積むためにやってるんです。そうね。だからまあ最終的にはじゃあ全員、まあ、おそらく臭いであろうところがきっちり結果もついてきたってところですね。で隣からもまあ4以上なんか出たりしてたんで。朝か隣の人とか。じゃあ僕趣旨言ってよろしい。じゃあお願いします。はい、はい、私ですね、あの投資が3000円です。お、なので750玉ですね。わーすごい。で一時2万発以上あったんですよ。2万1000発ぐらいあったんです。一時マックス天狗の時、はい、マックス戦後の時に2万1000発ほどあったんですけど、はい、それから遊んじゃいましてですね、1万5193玉です。ああ、まあまあすごい。すごいでしょ、はい、で待ってください結構使ったけど、うん、結構使ってもすごいプラスなんですよ。いやすごいプラスなんですけど、2万1000あったんですよね、うん、そう6000発ぐらい減らしたね。6000発って結構です、うん、うまい棒怖いぜ、ほどほどにね。やっぱ打ってたんですか。やっぱ打ってた。もうずっと言ってたんですよね、うん、だから2人結局2人合わせると、はい、セカンドシーズンの初戦は多分関東勝てる。おだこれでいやすごいありがたいのは俺引きじゃん、はい、ただの、はい、でもちゃんと掴んで、はい、プラスにしてくれる。これでかいのよ。でかいですか。だってリノさんの時とかね、はい、リノさんの時とか俺割と頑張ってた、はい、けどあの人スロット取れなかった時点で土地狂ってわけのわかんない無双とか打っててそれでへこんで、そのね、こうちゃんとした台をやってキープしてくれるってことがね、できてなかったんですよ。できてなかった、うん、もうへこますだけへこまして。そう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 。だからクビになったんですか。いや、多分ね、そうなのわかんないけど、わかんないけど、はい、はい、というわけですね、本当はここでエンディングをファッと締めたいところなんですけれども、はい、さっきから水木さんがトイレを我慢してるのね。エンディング通る前からずっと我慢してる、はい、で、うん、まあ、今言っといでって言ったら大丈夫っす大丈夫っすって言ってたから、僕は今限界まで喋るを引き伸ばそうと思ってこれ一回俺リノさんにやられてる、さっきも言ったけど言ってました、ね、オープニングでも直射日光浴びてる時に、はい、あの人わけのわかんない話延々長引かせて俺を返してくれなかったで俺はだから今日水木さんがもう漏らすまで話を続けようかなと思って、はい、いや漏らしたらだから何の話しましょうか。トイレに行かせてくれ。わかりました、というわけで、はい、セカンドシーズン僕やられそうな気がしてきたんで、いやもういつもと違う哲さんを見ることができます、はい、今日は全然いつもと違ったからなので、よかったらまた来てください、はい、ぜひ、はい、ここで回収しに来るんで。そうね、はい、俺は今日めちゃくちゃもうこれ終わったともうピシャーだからねというわけで、じゃあそろそろ水木さんトイレ行きますんで、はい、この辺にしたいと思います。はい、ぜひね、123TV チャンネル登録よろしくお願いします。あとお願いします。面白かったよって方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ね、よろしくお願いします。ということで、ぜひ次回関西軍の続きもお楽しみください。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。大崎さん、次郎さん、番組の哲です。セカンドシーズンが始まったということで、初っ端うちスロット上手い人が来てくれたんですよね。プラスです、でかいプラス。これ本当に嘘じゃないです。次郎さんってスロット上手い人ですよね。マイナス食らうとかってなったら、多分スロット上手い人ではなくなってしまう可能性があるので、全力で朝からうまい棒に行ってくれたら、たとえ勝ったとしても頭下げます。あればぜひうまい棒全突破でお願いします。次回もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。